さて今回もマシンキー続きやっていきましょう。さあ前回マップでいう左端の方の町に列車を通して一応2車両走っていると。でまだまだ広げれるんだけどちょっと下に行こうかなと、まあ、真ん中ねご覧の通りもすごい、もう車もすごいですよ。下の方まで行ってないから、そうだね、下町自体はねこう横に伸びちゃってるんだけど、あるはあるんで、あ、ここでかくない？ 6 福山いいね。福山、八尾、熊本、高知、この4つ行けるね。しかも鉄があったりするんで工場もできたり。え、ここやばくね、こう鉄と石炭が同じ駅の中で行けるんだけど、これはちょっと収めたいな。よし、工場がないか。ただ石炭自体はここでコインにできるのでここめちゃくちゃ美味しいね。あ、あるじゃんここに工場。よし、下開発のしがいがあるよ。まあ木はちょっと遠いけど、まあ工具工場あるけど木を加工する場所がないね。で問題道ね、下とはいえ変えていくか。まあ一つは、まあこの既存の線路から行って下に伸ばすルートか、まあそうだね、ここから分岐つらいか。ここら辺から分けよう。ちょっとここで分けると結構通るんで邪魔になるから、こっからまっすぐ行ってみよう。あそこ使う？残っちゃったとこね。この段差ですよ小さいね。で、まあ止まらないように入れといてと。でこれ問題はね、まあここの4つ全然いけるけど、ほらこれがちょうどいい感覚になるよね。いけなくないっていう距離ね考えるか。ちょっといろいろね仕事残っちゃってるけど全方向いっぱいできるよまだ。まあ、高知院かな。まっすぐ行きたい。ここで、ここで余らしておくことによって、まあ、横のね高崎も行きやすくしといてと。小さめっちゃちっちゃいな。ここで全方向行くからね楽しみですよ。ちょっとミスったね。でお次はこうやって戻るか。熊本を最終にしよう。工場どうしようかな。で飲めちゃうからね。ちょっと行き過ぎたか。ここに行きたいので曲がれるかな。ちょっとここから曲がれないんですけど、お、いけるね。よし、とりあえずここまでやって、あんま形変えないでいいか。あーでもここの受け入れが難しいか。逆だな。よし、地主みたいなことしてるね。土地を変えちゃうと。あっと、普通にボンミスしていって、手紙は受け入れでいいか。逆側にもう一個作って、手紙だけの駅とか作ってやるのも効率的だよね。ここで分けて手紙のとこだけ入る駅を作るっていうのもいいよね。やってみようかな。手紙ってなんかあるかな。ないまさかのない。広大だね。高崎間で行けるか。あ、こっちが多いね。手紙用駅もちょっと考えたいね。
やばいな。ちょっと大変だね。矢尾も小さいな。いや、これ横から入った方がいいな。最初でまっすぐ行って、まあ、この辺は変えなくていいか。せっかくなんで工場もね使いたいから、まず列車出してから工場も入れちゃおう。こんなにいいか。で、拡張部分ね結構大変なんだけど、パパッとそれも用意しようかな。はい、うっとうしいだろうなこれ道路のすぐそこにあってと。まあ、この感じでいったらちょっとこっち寄りにしようかな。さすがに寄りすぎるか。まあ、この町ちょっと広げづらいと思うけど、こんな感じで入って、あとは戻るだけ。たまんないね。この距離だとトンネルも使えないからね。さあ、とりあえずここでぐるぐる回れると。で、最後ここまっすぐ横断してもいいし。で、帰りね、帰りがね、どこから帰る？ここら辺かな？分岐しやすいところ。あんまりこういう途中から伸ばしたくないから、まあ、この地点で横に伸びてるところから、を使ってと。まあ、理由はないけどね。よし、ここまでかな。めんどくさいな。橋使おう。理由はないけど高くしよう。はい、 OK です。帰れると。あ、いいんじゃない。下通れるね。結構上げたから、うん、工場とか使うかもしんないんでね。あとはこれ OK と出してもいいね。よーし、じゃあ列車、まず1車両だけ行こうと思うんで、一番いいの使うか。石炭コインを使う。370トンで863トンか。えげつないなじゃあちょっと数は最高分積まなくていいや。ファーストクラスを5かな。5で、あ、6でいいか。ファースト6個、これ多分だいぶ長いと思うんで十分ですね。ほぼ1だね。6112か小さいね。いけ。次、町の拡張分やりましょう。てか道路が全然つながってないね。車両が真ん中の町でしか使えてないから。水にやっちゃったね。あ、いけるか。これでしょ。広いね。じゃあここだけつないどけば十分でしょ。高知、こんな感じでちょっと入って、よし、これ多分10くらいいくと思うんだよね。成長すればこんなんで6だもんね。パパーってやっちゃおう。こんなもんでしょ。オッケーオッケーオッケ
で、まあ、最悪、まあ、自動車を引ければ、全体の車道をつなげれば車の方でも運べるんで、まあ、そこの発展分もね本来考えながらやらないといけないけど、じゃハードモードのハードすぎるからね、車庫1個車も1個しかないから全然車運んでこれないと。こんな感じか。こんくらいでいいかな。どうすかな、ちょっと。この辺からなんかね、パーってやって。営農機なんか2マスのやつ待ったりするよね。これとか。それを考慮しての置き方してるんで。これなんかこの4マス残りでパーってやっていけば、確実に埋まっていくと思うんだけど、あえて残したりしてね、やってるんで。お、来た、長っ。長いっすね。1,2,3,4,5,6 と。お次はとりあえず石炭だけでも運ぼうか。石炭ね、この車の線路上、路線上に2つあって、工場自体はまあ2つ一応行ける範囲にあるので、でまた別の工場もあるし、あ、見えましたよ。これあれだね、鉄入っちゃうな。出れる、これ出れるか。ここは鉄ってか、入んない。OK、 入んないならいいや。でとりあえずこちらから引いてっと、ちょっと気になるな、ここの横ね。このやり方しかできないけど、ちょっと変えよう。この向きで入ろうとするとこれしかできないけど、こうだね、もうまっすぐ行けばまだいけるでしょ。ここからスムーズに入れるんで、ここで行きます。違うね、だっけ、連動信号か、ほぼ使ってるやつね。今後まだまだ使えないかな。この連動信号はこの駅を6個とかにしたときに初めて使うかな。2、3個ならまだいらない信号なんでね。おいね、入ってないし。でかすぎたか。ファーストクラスなら3個で十分なんだね。そうか、ちょっと邪魔そうだね。これガッチャンコした場合か。今はこれでいいや。で、でもこれ消しちゃいましょう。ここだけでいいや。これでまあここでぶつかる可能性はあるけど、うん、まあスルーするやつはスルーするし。で、お次はね、まあ、ここで石炭入れるから、まあ、そもそもここに石炭の液をもうかかるかかかんないかくらいで作って、この方正直危ないと思うけど、拡張した場合入らない可能性があるんだよね。まあいいや、これでいこう。でこっち抜けたいんですけど、うん、ここ入るか。無理だね。できたらこっち長くしよう。優先はできる限り客を積んでいる列車にしたいので、これ通るだけだから、まあ、本来先に通した方がいいと思うんだけど、これでいいや。多分はみ出るからね、これ難しいね、この信号の位置。あ、これ収まった時にちょうどこれがね最後部に来るようにしたいんだけど、多分入んないかな。
で、一応これだけでいいんだけど、入るんで。ここも入れちゃうと、より回せるんですが。どうしよっかな。一つ、ここで回れば、すぐ行けるんで、ちょっと回しますか。ここ橋使いたいね。あー、もっと真ん中がいいな。こうやって一番外側になるんだよね。ダメか。よし、完成。これ石炭コインができるね。鉄も持ってくることができればできるし、で、さっきのをね、考慮して、まあ、小さめに行こう。鉄コイン、ああ、結構あるね。4個いけるかな。ナイス。4かれば十分よ。これ干渉する部分はここの駅だけか。しなくていけんじゃないかな。ちょっとここからさ、まあ、こう逸れるわけですよ。で、ここから まっすぐ、よし、行って、これが一番シンプルじゃない。街もそんなにね、これ拡張入んないと思うんで、うん、ちょうど外側だし、まあ状況次第かな。でも基本こっち行くか、なんか複数かぶった場合流れるみたいな、先にね、作っとこうか。ただ、ここに複数来るかっていうと、まあないだろうね。矢を上がった2になって、よし、ナイス。収まりはないけども。で、帰るのもできたし、いいね。一応前回作った方、様子見ましょう。富山7、八王子6、練馬7、いいね。長野が3か。長野行かないんだよね、基本多分。列車45が、この柏から入って長野行くルートで、今うちが走ってる41が練馬、富山で1回回って八王子繰り返すだったはずなんで、ここ見るようかな。長野起点とした秋田、倉敷。長野起点とした場合どうしよう。長野行ったらさ、ここわーって言って回るんでしょ。起点としづらいな。これ一周して、入ったとして一周して、長野を起点とした柏に行くルートか。この3つだけで回せることができないもんね。入って帰りのルートがないから、だから横断してここに入るみたいな。とりあえずこっちから入って、 どっち行ったら多分つらいな。なら飛行ね、時計回りに行った方がスムーズであるね。まあ、そんなことよりここよ。お、来たね。石炭受け取りに来たみたいですね。60個あるんで、ちょっと多分スピード的に上回っちゃうかもしんないね。ここえぐ、うわうわ、うるさ。うる音がすごい。何何何、すごいな。まあめちゃくちゃ稼げてるんでしょうね。まあ、活気がありますよ、ここ。すごいね、車いっぱい走って。一応事故らないように調整も繰り返したんでね、今のところ今回事故起きてないからいいね。毎回事故起きてたんで、いいね、車ラッシュ。車いいね。もっと増やすか？
まあ、こちら都会たるゆえんだね。車が走っていると。1970年。もっと発展させよう。車今んところね、まあ、頑張って松戸まで引いたくらいか。京都方面遠いよな。えげつないですよね、距離がね。あんまり鉄やってないですけど、すごい余ってるな。鉄えぐいな数。これさ、コピーする。コピーどこじゃないかな。追加するか。音がすごいな。5かな。ちょっとね、まあ本当はいっぱい積んでもいいんですけど、数を増やしたいので、そうした場合増やすぎるとはみ出るんですよ。ではみ出ると詰まるんで考慮してね。こうですよ。5から6かな。ちょっとサイズ見よう。こう通るから、あでも6ならいけたか。ちょっと抑えたね。まあこれが最長なんですけど、あれも多分収まるくらいか。どう。あ、6いけたね。くそ、しまったな。まあいいや。1車両追加しまして、あ、事故起こさないでね。入って流れて行って、下通った。あ、いいね。鉄2車両かな。1つ、あ、2車両か。18個、あ、一応2車両いる。3車両か、これで18、16。30でかい。30でかいよ。速度的に追いつく可能性があるね。ここ一本道なんで、追いついちゃうと大変だから、分けよ。駅追加するか。高速で対応して、そうするともうちょっと冷たいね。現状で4なんですけど、まあ、一応6が最高で、6にするか倉庫自体を拡張するかっていうところで悩ましいね。生産数上げれるし、あ、そっち通るんだ。まあいいけど、もう一個だけ作ろう。結構ここ入るみたいで。ここ一本もやばいかもね。結構増えちゃったんで。で、これで外側に流したいから、こうやってつければ多分必然的に外側に行くかな。まあいればね。ここの一本えぐいな。揃えたいね。こんな感じかな。そっか、下行ったんで一応ね、全方向に広がりました。この一つの車庫から全方位へ。いいね。もうこれ以上引けないですけどね。まあ発展した場所もちらほらあって、ここもすごいよね今ね。で、北ね、一車両がずっと回しててレベルは11とか上がってるんで、また入れてってと。一番上がしょぼいね、こうなっちゃうと。下側に、左側に、右はもう2、30かな、走ってて、上が1なんで、上またちょっと入れていきたいね。とりあえずまあ今回これにしましょう。